大場け一氏は、日本の英米文学者、元立教大学一般教育部助教授、1973年に不倫関係にあった教え子を殺害後、一家侵入した。静岡県周知郡森町で、タバコ販売所長の子として生まれたが、幼い頃に、結核患者の両親から隔離されて親戚に預けられた後、東京都葛飾区堀切山三丁目に住む。 左官職人の養子となる。疎開先の栃木県宇都宮市で中学と、栃木県立宇都宮高等学校を卒業後、立教大学文学部英米文学科に入学。1958年に卒業した後、同大学大学院に進学し、修士課程を修了。さらに、博士課程を単位取得退学した。専門は19世紀アメリカ文学で、 ヘンリー・ジェームスの研究が中心だった。業績については、生涯を通じて、全国学会への査読付き投稿論文が一本もなく、数点の学内起用と若干の翻訳にとどまり、学外の公募など、書類審査止まりの水準だが、典型的な学内人事により、専任教員である、一般教育部専任講師に採用され、研究者として定職を確保した。さらに、 1967年には32歳と人文科学系としてはかなり若い年齢で助教授に昇格した。教授陣に東京大学出身者の割合が高い立教大学にあって生え抜きとして指導教授らに将来を職望されたと言える。しかし、後日のように1973年に教え子を殺害し、45日後に妻及び幼い子供二人と共に 一家侵入した。1973年9月6日午前4時、伊豆半島南端の伊動先に近い静岡県鴨茂郡、南伊豆町、池の玄の奥伊動崎展望台下の海岸で子供を含む男女4人の遺体が釣り人により発見された。警察の捜査の結果、東京都豊島区南長崎3丁目のマンションに住む、立教大学一般教育部助教授、 大場圭一氏とその妻のジェイコ、及び6歳と4歳の二人の幼い娘と判明する。飛び降りた20メートル上の断崖には、大変迷惑ですが、親子4人、この下の淵で、等身自殺をしておりますので、お届けくださいと、身元と、現住所を明記した置き手紙が残されていた。自殺の原因は、大場が大学院英米文学科修士課程に、所属する。 教え子の軽イとの不倫関係生産に失敗し、彼女を殺害したことが発覚したためである。前述のような複雑な家庭環境で育った大場とは、対照的に妻ジェイコは東京都目黒区大岡山の裕福で円満な家庭に育ち、名門である立教大学文学部英米文学科を卒業したが、大場にとっては大学の後輩でもあった。大場は講師だった当時、 ジェイコの親からの強い反対を押し切って結婚した。大葉は、喫つ音が激しく内向的性格だったが、スマートな風貌と陰影的な雰囲気から、女子学生の人気は高く、結婚後も女性関係をめぐる風分は少なくなかった。しかし、ケイシとの関係は、教員と教え子の日遊びでは済まないほど進化していた。大場は、ケイシが学部生だった4年前から性的関係を、 維持している一方、ケ氏も甲府氏の資産家である両親からの、早く地元に帰って身を固めてほしいとの要望に反し、大場と付き合うため終始論文提出を、あえて延期するほど、大場との関係にのめり込んでいた。既婚の男性教員が女子学生と愛人関係になるのは、セクシャルハラスメントに該当するが、セクハラという用語が存在しなかった当時においても、 大場の上皇は懲戒の対象となり得た。そうした中、大場は、慶子から妊娠したと告げられ、関係が冷めた妻との離婚を要求されていた。一方、妻のジェイコは、大学の後輩でもある、慶子と夫の不倫を察知し、密会の現場に踏み込んだり、自殺未遂をするなど、大場に、慶子との関係生産を強く迫っている。こうしたもつれは、殺害された。 ケイ氏と大場本人、さらにはその家族三名の合計五名が命を失うという極めて陰惨な結末となった。ケイ氏は大場との愛人関係に悩み、さらに保持金輪パシュのため体調を崩し、西洋のため山梨県甲府市で五福店を営む実家にしばらく帰省していたが、1 9 7三年七月十九日に慶応義塾大学病院での定期治療のため、 上京した。当日午後、警視は、新宿駅地下のダイアナ靴店、新宿店で、売れ筋とは言えない特徴的な赤いハイヒールを購入した後、その日は、独協大学生の弟と一緒に下宿していた、東京都帰宅十条の親戚宅に宿泊する。しかし、翌20日に、友達に会うので遅くなるという伝言を残して、下宿先を出たのを最後に、連絡が絶えた。 両親は分別のある、警視の行動としては不可解な上、健康状態も気がかりだった。しかし、7月23日になって2週間ほど旅行します。8月4日に帰りますという21日、新宿局消し院の警視直筆の手紙が実家に届き、ひとまず安心する。また、30日には大友旅子なる人物から遊覧船では厄介になりました。 あなたの彼によろしくとの礼状が現金2万円を添えて実家に郵送されてきた。1973年当時、大卒初任給の平均は5万7千円で、大学院生の所持金としてはかなりの大金であるため、両親は、軽子の温身不通はあくまで家出ではなく、裕福な生徒の長期旅行と信じ、また嫁入り前の娘に対する風評も懸念し、 大学や警察への捜索願いの届け出を思いとどまった。しかし事件発覚後、二通の着信はすべて大場の偽装工作だったことが判明する。その上大場は、大友旅子の手紙が届いた30日に、まだ帰りませんか、時計士の実家をわざわざ訪れ、両親からの相談に親身に対応して、信頼関係を築くほどだった。7月20日後 研究室を離れた大場は、警視と新宿で合流した後、合引きに過去数度利用した八王子市有水にある恩師、H 教授の別荘に誘った上で、警視を考察し、遺体を周辺の空き地に埋めた。その後、大場は午後11時過ぎに、立教大学アメリカ研究所の女性職員 A 子を、池袋駅近くの料理店に呼び出している。A 子は大場が、女子学生と問題を起こすたびに、 相談相手になっていた。大場は英子に、ケイシとの関係について、ケディをつけた。君の想像以上の方法だよと打ち明け、自殺と尋ねる英子に対し、もっと大変なんだと殺人を示唆した上で、夕方5時から夜9時まで一緒にいたことにしてほしいと、アリバイ工作への協力を懇願した。翌日、大場は、恩師 H 教授が主催する教員の囲碁同好会に、 参加するため熱海に向かった。一方、大場からアリバイ工作への協力を依頼されたものの、殺人の可能性に困惑した英子は、22日に、大場の8年先輩にあたる、英米文学会無助教授に事実を打ち明けた。驚愕した M 助教授は、大場とは、立教大学の同期でもある、先週大学の刑助教授を自宅に呼び、徹夜で対応を協議する。そして、 23日午後に、熱海から戻ってきた大場を大学に呼び出し、英子から聞いた事実を確認した上で自首するよう、刑助教授と共に説得した。これに対して、大場は、やっちゃったもの、仕方がないじゃないか。残ったものが、どううまくやっていくか相談しようと開き直り、M 女教授らは呆れ返ったが、夫の不倫に悩んで、自殺未遂をしたことのある J 子への配慮から、 大学及び警察への通報を思いとどまる。翌日も M 女教授は自主を勧めたが、大場は自分のことをあれだけ愛してくれた彼女なのだから、あんな扱いをされても、彼女は本望だろうと言い出し、では、君の娘が将来そんなことをされても構わないのかと、迫られると、それは認めるわけにはいかんと答え、M 女教授をあぜんとさせた。こうした、先輩、親友の苦悩をよそに、 大場は25日に何事もなかったかのように妻子を連れて千葉県の白浜まで海水浴に出かけた。しかし、夫婦喧嘩の末に翌26日夜に一人で東京に戻り、公園寺のスナックに刑助教授を呼び出す。とはいえ、相変わらず自主の説得には応じなかった。大場は29日にやる水の現場に立ち寄り、刑史の遺体をより目につきにくい地点に埋め直している。 その後、大場は、M 女教授に会い、絶対にわからない場所に埋めた。大丈夫だと重ねて、自首を拒否した。ケイが帰宅すると告げた8月4日が過ぎ、さらに夏季休暇中とはいえ失踪から約1ヶ月経ち、省女したケイの母親は8月18日に大学を訪れて、捜索を要請した。母親は、大場との関係に悩んでいることを赤裸々に綴った。 娘の出勤を彼女の部屋からすでに発見しており、ケイの失踪に大場が何らかの形で関与していることを疑い始めていたが、あくまでも家出と信じていた。一方、大学側は大場とケイの抜き差しならない関係をある程度は察知していたが、個人レベルの問題として外部にはノーコメントで対応する方針を固める。これに対し、大場は相変わらず隠蔽工作を続けた。 ケイがセカンドスクールとして通っていた日本翻訳専門学校をわざわざ訪ね、教え子が自分の責任で行方不明になり困っている。クラスメートの住所を教えてほしいと心底心配している態度で協力を依頼いる。21日の読売新聞有刊と翌日、長官には、ケイさん、連絡を待つ父、病気、弘義とオーバーの依頼による産業広告が、 掲載された。なお、刑事の失踪を告げられた妻のジェイコは、M 助教授たちの説得により、8月上旬から大阪にある姉の突撃先に、娘たちを連れて滞在していた。13日に大阪を訪れた、ケ助教授がジェイコに面会した際、刑事さんが自殺している、可能性があるのですね。そうなっても自分は、大場と一緒にやっていくしかないと思いますと答えている。 しかし、ジェイコは、この直後に、東京に戻り、またも、自殺未遂を犯していた。当時、大場は、ロードラグランチョ、文化英雄伝承、神話、劇の翻訳原稿の最終構成を行っていた。8月25日に出版社で開かれた、共同翻訳者たちとの検討会で、大場は疲労のためか、あるいは教え子失踪の真相が発覚しつつある。 ことへの心理的動揺のためか、何を問われても、上の空といった状態だった。このため、結局は会を中断せざるを得なくなったという。そして翌26日、ついにオーバー新学期を前に実施を考えるようになり、27日に M 助教授らと打ち合わせを始めた。一方、刑事の母親から創作要請を受けた立教大学側は、 学生部を中心に内密に調査を進めていたが、8月28日に、なって M 助教授から、大場の1年後輩で、一般教養部の学生副部長だった H 助教授に、アメリカ研究所の A 子が1ヶ月以上前に、証言した、軽視失踪の真実が知らされる。開学以来、未曽有のスキャンダルとなる衝撃的情報は、 大学執行部に伝わり、直ちに一般教育部長愛教授が大場を呼び出して、事実確認を行った。さらに30日には、H 学生副部長らが聞き取り調査を行う。しかし大場はいずれに対しても、警視失踪については、詳しいことは勘弁してくれと、のらりくらりと黙秘し、いわば煙に巻かれる形となった。執行部内では警察に即時通報すべきとの強い、 意見も出たが、M 女教授はオーバーを自主させるため最後の説得をするので、今しばらく待ってくれと訴え、また大学側もブランドイメージへの影響や、万が一間違いだった場合は過激派学生から人権問題との球団を受けかねない上、警察官が校内に入ると沸騰している学生運動をさらに刺激する可能性があるとし、慎重に対応することとした。 8月31日、M 女教授の説得に応じて、大ーバーついに実施を決心し、一般教育部長宛てに辞表を郵送するとともに、研究室を整理した。翌日、大ー,ーは M 女教授、刑女教授と最後となる会食をする。そして、大ー,ーと J 子を離婚させ、刑女教授が J 子と娘たちを自宅にかくまい、その上で、マスコミの目につきにくいだろう土曜日の8日に、 大場に弁護士をつけて実施させるという形で段取りが整えられた。しかし、大場は翌日の9月2日に岐阜の見舞いに行くと、M 女教授に電話をかけて、以降、妻子と共に消息を絶つ。大場の一家は自宅を去った2日の夜は帝国ホテルに宿泊し、日曜日のディナーを楽しんでいる。そして3日朝に東京を離れ、午後3時20分頃に、 下田東急ホテルに到着した。ちなみに伊豆は、大場夫妻の新婚旅行の地でもある。そして、4日午前10時頃にホテルをチェックアウトしている。一方、大場の妻子の隔離を引き受けたものの、大場から数日にわたり、一向に恩心がないことに不信を抱いた、刑女教授は、5日に、大場宅の鍵を持つ J 子の母に声をかけ、豊島区南長崎三丁目にある大場の、 自宅マンションを訪ねた。しかし内部は無人で、家財道具の大半は撤去されており、閑散とした室内には不吉にも模服が整然と備えられていた。さらに、大阪にいる J 子の姉から実家に現金10万円を添えて、大場一家が破滅した顛末と片見分けなど、事故の処理を細かく依頼した J 子直筆の遺書が届いたとの電話連絡が入る。また、 M 女教授のもとにも最後になって深い友情を裏切ってしまうことになりました。ジェイコには事実については最初から話しておりました。それで彼女には以来死ぬことだけしか念頭になかったのですが、今はただ彼女の気持ちだけを最後には尊重してやりたいという気持ちだけが強いようですという大場の遺書が届く。二通とも三日、下田郵便局消印が押されていた。 直ちに税コの目黒区大岡山にある実家から所轄の紐屋警察署にノイローゼ気味の夫婦が娘二人を連れて下田方面に失踪したと捜索願いが出される。大葉夫婦にやられたと思った M 女教授らは午後10時半頃に警視庁捜査一家の宿直室を訪問し大葉による教え子殺害の可能性と一家失踪を伝える。そして翌朝に 前述のように、大場一家の遺体が奥色大崎で発見された。下田署による検視の結果、4日の夕刻に一家侵入したものと推定されている。警視の両親は、失踪直後から殺人事件という真相を、かなりの内容で複数の大学関係者が把握していたにもかかわらず、事実を告げられずに、娘の消息を求めて奔走していたので、当然ながら、 犯人隠しだと激怒した。一方、事件発生を受けた警視庁は、大場の自宅を所轄とする目白警察署に捜査本部を置き、M 女教授らから事情聴取しつつ本格的に捜査を開始する。犯人と思われる人物がすでに死亡し、なおかつ事件として立件するために被害者の遺体を捜索することとなったが、こうした事案は百年の歴史がある警視庁でも、 前例がなかった。捜査本部では、大場が、M 女教授に、山かもしれないし、海かもしれない、川口湖かもしれないと、遺体の処理についてはぐらかした発言をしていたため、一時は、川口湖の捜索も検討された。しかし、7月19日に、大場が、恩師の H 教授からやり水にある別荘の鍵を借りていたことが判明し、別荘に捜索箇所が絞り込まれた。 その結果、泥のついたスコップが物置から発見されたほか、9月19日には、ナス畑近くから真新しいダイアナ靴店製の赤いサンダル式、ハイヒールが左片方だけ無造作に遺棄されているのが発見された。この遺留品については、7月19日前後に、都内で同じ型番が売られたのは、新宿店の一足だけだった点に加え、失踪前日に、警視が、 同店の紙袋を持っていたのを弟が記憶していた結果、警視の所持品と断定された。さらに20日には200メートル離れた矢部から右片方も発見されている。加えて聞き込み捜査の結果、7月20日午後4時頃に、京王片倉駅付近の中華食堂で大場と、警視らしい女性が1時間ほど食事をしていたことなどが確認され、 大場が犯行時に着用したと思われるシャツや下着なども発見された。そして、甲府の実家に届いた、警視の手紙の下書きや、万葉集火人の大友旅人をもじったと思われる、大友旅子が使用したのと同じ、万葉の台が入った便箋が別荘内の押し入れから、見つかり、大場が、警視を殺害して、周辺のどこかに埋めたのは、確実と判断された。しかし、 殺人事件としての立件に不可欠な、刑事の遺体は、大場が7月29日に埋め直したこともあり、絶対に分からない場所に埋めたとの大場の豪語を、裏付けるかのように発見が難航した。実際には、大場の犯行は無造作で、短絡的だったが、野球やテニスを得意にしていたことから、体力のあるスポーツマンと思われていた上、大学助教授という肩書きから知能犯というイメージも、 あり、警視庁内には、大場はよほど手の込んだ方法で遺体を処理したのだろうとの悲観的な雰囲気も漂った。当初は300名体制で、航空隊のヘリコプターや警察犬まで動員された、警視庁の捜索も、最終的には、捜査一家と所轄である、目白書から集められた特別班7名に縮小され、彼らによって、ひたすら、通探しが続けられた。 別荘周辺の空き地や雑木林を農業用の剣土杖でしらみつぶしに突き刺すという特別派による地道な捜索の結果、翌1974年2月28日午後2時30分ごろ、別荘から50メートル離れた崖下にある造成予定地の矢部から一周のする土壌が検出され、直ちに発掘したところ見いらかした無残な女性の遺体が発見された。 遺体は洗濯用ロープにより、両足で頭を抱え込む形で三重に縛られ、50センチほど掘られた穴に無造作に埋められていたが、わずかに残っていたオレンジ色のワンピースの柄や、髪型の特徴から、ケイシのものと特定される。司法解剖の結果、死因は考察と断定された。なお、ケイシが大場に告げたという妊娠の事実は、確定できなかった。 刑事が失踪して224日目。開始から190日間にわたった捜査はこの日を持って打ち切られる予定だったが、必ず遺体を遺族に届け、大場の犯罪を明らかにするという特別犯の刑事たちの執念が実った。その後、3月26日に被疑者死亡のまま大場は送検となり、ようやく事件は決着する。この事件は、 ミッション系で女子の受験生に人気が高い、有名大学が舞台となった上、当時は現在よりも権威的に見られていた大学教員による教え子不倫殺人という前代未聞のスキャンダルで、さらに一家心中という衝撃的結末から週刊誌やワイドショーを中心にセンセーショナルに事件が報じられた。とりわけ、複数の学内関係者が殺害の事実を 事件直後から察知していたにもかかわらず、大学の対面や内輪の事情を優先して、極秘裏に処理することに奔走し、懸命に捜索を続ける、警視の両親を無視したかのような立教大学の対応は、遺族のみならず、社会から倫理に反すると強く批判された。また、友情を優先して40日以上も警察に通報しなかった、M 助教授、K 助教授らの行動も、 通報があれば少なくとも一家心中は防げたはずだと捜査関係者から非難された。一方、ジェイコには最初から事実を告げていましたという大場の遺書は自主を説得しつつも、ジェイコのショックを心配した M 女教授らの配慮を裏切るもので9月22日に憔悴しきった表情で記者会見に臨んだ M 女教授は大場に友情を裏切られたと強い憤りを示している。 なお、大場が100万円で複数の学生を不正に入学させたという刑事の告発文が実家から発見されたとの報道もなされたが、大場は手続きに関与できる立場ではなかったと大学側に一周されている。学内においては事件発覚直後に一般教養部長と文学部長が責任を負って辞任し、福田総長も事件に関する調査報告書の完成を 待って約1年後に辞任した。また、大場や M 女教授の恩師で、次期総長と目された、H 教授も教え子たちの不祥事で、学内行政から遠ざけられ、定年後も名誉教授に就くことができなかった。この事件は、翌年に同じくミッション系の青山学院大学で、発生した、春木武史教授による教え子合関疑惑と並び、知識人の集団であるべき。 大学教員の権威にダメージを与えることとなる。ありがとうございます。